水飴は、でんぷんを、酸や、糖化酵素で糖化して作られた、粘液状の甘味料。葡萄糖、麦芽糖、デキストリンなどの混合物で、主成分は、酵素糖化水飴や、麦芽水飴では、麦芽糖である。水飴古くは、玄米を発芽させ、玄米中の糖化酵素を利用して製造されていた。時代が下ると、発芽玄米より、効率の良い麦芽が、 糖化酵素の供給源として利用されるようになり、現在では、デンプンに集酸を加え、加水分解した、酸糖化水飴、デンプンを酵素により加水分解した、酵素糖化水飴も製造されている。集酸は、有毒な上酸味があるので、炭酸カルシウムを加えて、水に、不要な集酸カルシウムとした後、ろ過して取り除く。酵素糖化水飴は、ドウ糖が多く、甘みが強い。 還元水飴というものもあるが、これは水飴を加工した糖アルコールを主成分とする甘味料であり、水飴ではない。酸糖化法や酵素糖化で製造された水飴は、無色透明でほぼ水分と糖質しか含まないが、麦芽水飴は原料に由来するミネラル分がわずかに含まれ、風味を有し、蜂蜜に似た琥珀色をしている。この色が飴色の由来である。 発祥については、酒造りのために澱粉を投下したものを有史以前より製造していたと見られており、日本では京都が発祥とする説もあるがこれは、ほとんどが朝税によって集積された京都の貴族周辺に消費されており、ほぼみりん、酒産地で生産されていた。飴としてそのまま食べるほか、調理材料として後半に利用される。 砂糖が日本に伝来する前には主要な甘味料として利用されていたが今でも和菓子では甘味料の一つとして使われている砂糖の結晶化を阻害する性質があるため糖分濃度の高い食品に添加することで滑らかな口当たりを保つことができるまた和菓子の艶出しや保湿目的で使われることもあるマクロビオティックでは砂糖の代わりに 甘味料として使われることが多く、海外での需要も高まっている。照り焼きの照り出しにも使われる。昭和40年代頃まで、盛んに行われていた、街頭紙芝居には、水飴が付きもので、子供たちが水飴を割り箸で攪拌して遊びながら、おやつとして食べていた。南部せんべいに水飴を挟んだものは、飴せんとして知られている。もち米を原料とした、 爆画水飴を乾燥して粉末にした漢方薬のニカワ飴は、滋養競争作用、牽引作用などがあるとされている。クガ糖が腸内細菌に作用すると推測されるからである。例えば、大扇圏中油などに用いられている。ありがとうございます。